お花紙を切り絵にして波紋を作ってみました。お花紙と同じ大きさの紙に同心円状の丸を書いて、それを型紙にします。この型紙はワードに同心円を貼り付けて横に伸ばしました。真ん中で半分に切っておきます。青や水色のお花紙を何枚か重ねて4つに折ります。中心が合うように気をつけて型紙に挟みましょう。周りをホッチキスで留めたら真ん中から切っていきます。両面に書いているのでどちらから切ることもできます。切りやすい方から切ってください。互い違いに真ん中から ABAB と分けておきます。でこれを広げていきます。 A と B を別々に並べると波紋の形ができます。水で薄く溶いた糊を上から塗っていくと貼り絵になります。あまり強く撫でると破れてしまうので気をつけてください。乾くとぴったりと台紙に貼り付いています。水面の様子を表すのにぴったりです。